CTV。 皆さんこんにちは。こんにちは。さあ始まりました毎日 AOCTV、 進行を務めます綱啓斗です。そしてアシスタントの玉木そらです。よろしくお願いします。やっほー皆さんこんにちは、ルンルンだよ。ルンルンちゃん今日もよろしくね。よろしくね、よろしくね。この番組は JOC ジュニアオリジナルコンサートというコンサートに出演する子どもたちに注目し、普段の生活の様子を密着したり発表会の様子を紹介していく番組です。ちなみに JOC というのはヤマハ音楽教室で学ぶ15歳以下の子どもたちが自ら作曲し、そしてその曲を自ら演奏するというコンサートです。はい。ところでそらちゃん、はい、英語の勉強は好きですか？勉強、そんなに好きじゃないです。まあそうだよね、同じく、うん、ケイト君は？僕も別に好きではないかな。でも中学校ぐらいまでは好きな科目は数学と英語だった。ソラちゃんは全然喋れないの？私は幼稚園がインターナショナルスクールだったんですよ。すごいやん。いや誰でも通えるんで、すごくないんですけど。いやいやそんなことない。いや500円払ったら通えるとかそういうんじゃないでしょ？いやそういうことじゃないんですけど。でもまあだから外国人の方と一緒に生活したりとかしてたから。じゃあその時はめちゃめちゃ英語喋れてたんだ。その時は英語普通に喋れてました。すごいね、普通に会話できるぐらいってことだもんね、きっと。だって日本語使っちゃいけないから。すごいね。すごい。いやすごい。今は無理だ。今はほとんど忘れてます。もったいない。音楽とかさ全部一緒でほら、あのやらなくなるとどんどん忘れていくとか、あのできなくなってっちゃうもんな。そうですね。そうだね。はい、ではまずはインタビュー VTR を見てみましょう。今回は大阪府在住小学4年生のアンカビジャやケイリーさんに密着しました。今回もどんな子なのか気になるね。はい、それでは VTR どうぞ。ケイトさん、ソラさん、ルンルンちゃん、こんにちは。アンカオイジャヤケイリーです。よろしくお願いします。今回の作品を作ったきっかけを教えてください。学校で生き物と環境について学んだことをきっかけにこの曲を作りました。地球ではいろんな生き物が存在して、生態系のバランスを守るためにそれぞれの役割を持っています。でも最近私たち人間は自分の利益のためにそのバランスを崩しています。森林火災でたくさん生き物が死んでしまったり、プラスチックゴミで海が汚れてしまい、そのゴミを食べて死んでしまった魚やウミガメがたくさんいると聞いて悲しくなりました。学校では環境を守るためにできるだけプラスチックゴミを作らないことや、アートの先生と一緒にリサイクルゴミを利用してアートを作って、できた作品を売って集まったお金は地球を守る活動をしている組合に寄付をしました。でもそれ以上に自分ができることで何かしたいと思ってこの曲を作り始めました。 One Earth to Share の曲の解説をお願いします。地球が今苦しんでいて救いの手を必要としています。私たち一人一人の意識や行動を変えて、もっと森を大切し、もっとゴミの減少、再利用、再生することで、海、森や動物たちの生活が自然に回復できるようにしましょう。私たちが住む地球は一つしかないので、一緒に守りましょうという内容の曲です。英語で作詞したのはどうして？一つ目の理由は学校で学んだことを思い出して作詞しました。私の学校は英語を使っているので自然に英語の歌詞の方が作りやすかったです。もう一つの理由は世界中の子供たちにこの曲を聴いてほしいので英語の歌詞にしました。作品の中で音楽的にこだわったところは？
自分の声と左手のベースと右手のコードのバランスがうまく取れるように何度も頑張って練習しました。とても素敵で力強い弾き語りだけど、ピアノ曲じゃなく弾き語りにした理由は？ピアノを弾くことも歌うことも好きで、弾き語りできたら本物の歌手みたいにかっこいいと思いチャレンジしました。それから歌詞があった方が言いたいことを聞く人にストレートに伝わるからです。曲作りで難しかったことは？曲の流れと歌詞の雰囲気が合う和音と伴奏を見つけるのがとても難しかったです。でも先生がいろいろアドバイスをしてくれたので思い通りの曲ができました。冒頭のマイフレンズと呼びかけるところは具体的にイメージしている人はいるの？はい、学校のお友達やヤマハのお友達を含む世界中にいるたくさんの子供たちをイメージしました。音楽にはどんな力があると思う？音楽は国境を越えたユニバーサルの言語です。言葉がわからなくても気持ちを伝えられる力があると思います。作品を作っている時イラストを描いてレッスンに持って行ったって聞いたけど見せてもらえるかな？はい、学校の宿題でそのイラストと一部の曲を使って地球を守る CM を作りました。よかったら CM も見てくださいね。ご両親がインドネシアの方って聞いたけどインドネシアに行ったことはある？インドネシアはどんな国？はい、小さい時に何回か行きました。あんまり覚えていないけど海が綺麗なのでたくさん海で遊んでいました。そしてずっと暑かったです。学校がインターナショナルスクールって聞いたけどどんな学校なのか教えて。授業は全て英語ですが日本語の授業もあります。いろんな国の子がいます。みんな想像力が豊かでオリジナルのストーリー、ジョークやゲームをみんなに伝えるのが上手な子がたくさんいます。音楽以外の習い事は何かしてる？今はソロバンと乗馬です。この夏にパパとダイビングライセンスを取ったので時々ダイビングもしています。乗馬を習い始めたきっかけは？乗馬のどんなところが楽しい？動物が大好きなのでたまたま家の近くに乗馬クラブがあって習い始めました。馬は人間みたいに馬ごとに持っている性格やリズムが違って真面目な馬もいるしマイペースで言うこと聞かない馬もいます。毎回今日のレッスンはどんな馬と会えるかな、どんな感じに乗ったらうまく走ってくれるかなということを考えるのが楽しいです。それからピアノを習っているので馬のリズムが感じやすい気がします。ケイリーさんのダイビングへ山登り乗馬の様子はこちら。 How are you? I'm here. No, really?面白い？うん、面白いよ。なるほど。なんかいつまでもあったらいいな。
着いた。疲れた？うん。ああ、もう気持ちいい。いってらっしゃい。かかとを下げて足を前に突っ張ってるとお尻っていうのは前にしか上がらへんから、だからお尻が重い。教室のお友達とはどんなお話しする？おもちゃ、ゲームや学校のことをよく話しています。5歳の頃のケイリーさんが自作曲夢の世界を演奏した JOC の映像がこちら。さんを指導するヨギ先生からのメッセージ。ヤマハ音楽教室講師のヨギアカネです。ケイリーちゃんは天真爛漫でとっても可愛らしい女の子です。感受性も豊かで、レッスンでは肩にはまることなくケイリーちゃんの思ったことをのびのびと表現してくれるので、私もいつも楽しませてもらっています。また舞台に上がって演奏するときにはものすごい集中力で聴いている人を魅了する素敵な演奏をしてくれるイメージです。これからもたくさんの課題を乗り越えながら、いいところをどんどん伸ばしていきましょう。一緒に頑張っていきましょうね。ではまたレッスンで会いましょう。将来の夢教えて。ピアニストかシンガーソングライターになりたいです。ありがとうございました。それでは曲紹介お願いします。はい、ありがとうございました。それでは One Earth to Share をご覧ください。
once before. All the animals live happily like once before. In one earth to share. Lots of animals are dying because they're eating our plastic and trash.はい、そして今回のインタビュー映像はケイリーさんでしたが、そらちゃんどうでしたか？なんか、あの曲のテーマを環境問題っていうふうにしてたじゃないですか。あれすごいなって思いました。言ってること小学4年生じゃないよね。頭のいい25歳ぐらいの子すごいよね。いや、すごかったよ、ほんとに。海にプラスチックのゴミを流しちゃいけないとか、そういうのもちゃんと意識して音楽作りしてるとかって、あの地球のことが大好きな感じがするよね。ケイリーちゃんはね、すごかったね。なんかすごいアクティブだったね。そしてはい、乗馬やってダイビング、やった。あとなんだ、山登りもしてたね。すごない？すごい。ダイビングのライセンスも持ってるんでしょ、だって、いろんなもん持ってんだね。なんかあの先生が言ってたように集中力がすごいって言ってたから、乗馬もダイビングもなんかやるとき、あのすごい集中するのかもね。すごいね。それすごいよね。あんなにはしゃいでたのに。本当よ。ね、もうなんか多分やる時になったらキリッてやるんですよ ね。一番かっこいいタイプ。天真爛漫なのにやる時やる。そう。ちょっとあとあのセリフ、すごい刺さった。音楽はユニバーサルな言語ってセリフがさ、名言出ちゃったね。名言だよね。すごいね。本当ね。国境を越えた言語ってすごいよね。かっこいいね。かっこいいですね。語りも良かったね。伸び伸びとした歌声と演奏。そうですね。ね、すごいよね。なんか毎度毎度言うけどさ、小学校でこんな演奏できるの本当すごいよね。そうですね。弾き語りしたいね、僕たちも。したい。ギター持ってないからさ。そうですね。今度やろう。さあ、続いては全国で活躍している子たちを紹介します。今回紹介するのは山本音さん、山崎ほのかさんです。それでは演奏 VTR どうぞ。Thank you.
The Dance Tiger っていう曲を本を読んで、まあ、作曲しました、世界中のみんなに聴いてほしいです。3年生になった時に作った曲なので、いつもよりも少し大人な感じの曲を作ろうと思って、都会な風をイメージして作りました。というわけで番組終了のお時間になってしまいましたが、改めてそらちゃん、今日振り返ってどうでしたか？やっぱり環境問題をテーマにしてるのがなんか新しいっていうか、びっくりしました。新しかったね、今までにない。そう、他の子たちはなんかやっぱり、まあでもみんな違ったけど、それがまた見れて面白かったですね。そうだね、また新しいものを見れた気がしてね。ケイト君はどうでした？環境問題をこんな年から言えるってすごいよね。きっと好きなんですよ ね本当に。その姿勢とか、やっぱ僕たちも今これを見て学んだ部分があったから、なんかシャキッとしなきゃなって思いました、改めて。今日はね、なんだろう、楽しさもありだったけど学びも多かったね。学ぶこともね、すごいたくさんのことを僕たちも学べた気がします。はい、勉強になりました。というわけで今日もとても楽しい時間で、本当にあっという間でした。では皆さん、また次回お会いしましょう。せーの、またねー。